日。こんばんは。第8回目となりました当番組、本日も盛り上がってまいりましょう。早速タイトルコールいっちゃいたいと思います。キャバ嬢の本音を徹底調査、三遊亭名の業界がざわっとする話。参りたいと思います。よろしくお願いしま す。早速ね、なんかめっちゃ緊張してる、飲みたいって言ってたから。今回私も緊張するね。ゆうちゃんが何回かお会いしたことある感じで、でさいかちゃんもクリステちゃんも初対面で、初対面同士、はい、さっきヘアメイクであったくらいです。あ、そうなんだそうなんだ。そう、すごい緊張してるって言ってて、はい、あのとりあえずね飲みましょう。お酒はもう準備いいですよ。はい、で今日よろしくお願いします。乾杯。乾杯。うめじゃあ、ね、早速自己紹介していただきましょうかね。はい、はい、じゃあクラウディアの水嶋優陽ちゃんからお願いします。はい、あ、自己紹介して店名、名前、なんか好きなこと言って、チャームポイント最後にお願いします。チャームポイント、ね、チャームポイント売り、私の売り、売りですか。はじめまして、プラウディアの水嶋優陽です。あと何言うんですか。プラウディアの水嶋優陽、なんか言いたいことと、あ、言いたいこと、あ、年齢25です。25歳。よろしくお願いします。チャームポイントは、チャームポイントですか。チャームポイント、いやでもクリステルさんがいるからあんまり言いたくないんですけど、あ、でもお乳でなんとか、あ、おっぱい営業、おっぱい営業、おっぱい営業大事だね、大事だね、おっぱい営業大事。いや、クリステルさん、それ出せないです。クリステルちゃん大体出てるもんね。インスタね、大体出てる。デニムのゴーだって。まあね、デニムの飲ませて飲ませて。はい、ありがとうございます。じゃあ次、さいかちゃん、はい、お願いします。クロッターズーラの綾瀬さいかです。よろしくお願いします。年齢はちょっと控えて。あ、そうなんですか。あ、そうなんだ。全然出してるんですけど、ちょっと25歳っておっしゃったらちょっと言いづらい。あ、そう、うん、ほら、なんか見えない。どうですか。若いって。28です。じゃあ28です。じゃあなんだ。ちょっと君、本当か嘘か調べて、みんな調べて、キャバキャバチェック。キャバキャバチェック。この間年齢消してもらったばっかり。あ、そうなんだ、はい、そうなんだ。わあ、めっちゃ検索しまくって。売りはないんですけど、ちょっと2人ともすごいおっぱいが、横にちょっとおっぱいが挟まれてて、今日私はちょっと飲みで売ってるんで。強いですよね。すごい。飲みましょう。30じゃないしね。30じゃない。これウロッタアズーラですよね。ちょっとこれ間違えちゃってるかな。ちょっと書いていただいてね。グロッタアズーラ、アズーラ、お願いします。はい、サイカちゃんはシリ、シリエイリオ、すごい、プリプリ、プリプリ、すごい、プリプリ、あ、そうですね。そうそう、グロッタアズーラです。はい、じゃあクリステルちゃんお願いします。はじめまして、北川クリステルと言います。六本木のララ在籍です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャームポイントは、チャームポイントですね。お尻、お尻みたいな、お尻みたいな、そっちのなんだ。滝川クリステルと同時が絶対言われるでしょ、これ。でもやっぱ似てるからですよね。いやー、でも滝川さんの本家に申し訳ないなって言ってめちゃめちゃ綺麗です。なんか、うん、あの写真で見るより、そう、痩せられたんですかね、うん、なんかめっちゃ
細そうって思って、うんうん、なんかイメージよりも結構走ったりとか、あ、なんかこれ見ましたね。え、あ、じゃあその流れで、じゃあ、あの、私が美しくいられるのはこんな努力してんのよっていうのをちょっと聞かせてもらえたらなって思うんですけれども、私ほんと何にもしてなくってほんと何にも、なんかもう、何もすごいズボラなんで、最近ジム通おうかなって悩んでるくらい。あ、通おうかな、なんだ、そう、通ってるんだ。ヒール履いてると筋肉痛になっちゃうんで、そうなんですよ。いけるいけるいける。そうなんだ。徐々に徐々に。え、炭水化物取んないとか。食べるの好きなんで無理ですね、我慢できない。絶対我慢できないですね、それでそのスタイル維持はすごい。栄養が全部言ってくれるといいんですけどね。全然いかないです。でも多分なんか、あの、普通の人と、ちょっと普通の人っていうか、私たちね、あの、食べてると、うん、多分感覚違うと思う。あの、この前ちょっとね、あの、ご飯、はい、一緒になった時、やっぱね、ちょっと控えてるって思った。あ、本当ですか。うん、すごい。一、うん、人になると食べちゃいます。あ、そうなの、そうなの。あ、でも分かります。一人になると家でもうなんか気が抜けちゃうとめっちゃ食べますね。そうなんだ。暇だとね。そうですね、猫、皆さんに見られてると猫かぶって食べちゃいます。食べられない、食べられない、人といる時の方がいいんです。あ、いてくれるといいですね、逆に。そうか、ご飯誘ってください。じゃあ、さいかちゃん。私もでも何もしないです、ほんと一緒に。みんな努力してた。したい、したい、したいで終わっちゃうタイプです。すごい、すごい。あの、出な、外から出ないので、基本的に。だから外食もしないんですよ。あ、外から、中から出ない。あ、そう、あ、外に出ない。あ、ほんまに。親に感謝だわ。いや、もうね、お母さん。いいな。何もしないですね。そうなんだ。でも、もう羨ましい。28なので、うん、そろそろなんかしないと受けないのかな。体重が落ちてくるって。そうですね。それもありました。そうですね。クリステルちゃんはなんかすげえストイックなイメージ。はい、私はかなり我慢してます。お客様たちが、いや食べろよ、それぐらいで太らって言われて もうよだれ垂らしながらだ、もう我慢します。それはすごい。ないでも我慢しないとブク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 。そんなイメージない。全然ない。でも努力です。さすがです。酔っ払ってても朝ランニングとかしてます。すごい。めっちゃ細いね。ここすごいですよね。すごい細い。腹筋とかもめっちゃしてます家で。すごい。私も気になったら、喋り方がね、こうやって関西弁だって思って、みんなあの出身、あの、教えてほしいです。私、兵庫県の淡路島です。あ、ひょっこなんだ。うん。関西ね。関西弁は関西弁ですね。さいかちゃんは。私、青森です。青森。へえ。でも接客中たまに青森って言わないこと多いです。言わないの。なんかすんの、そこ。山の子みたいな声だねって。でもなんか分からなくないからね。高い高い可愛い声。酔っ払うとさらに、ね、山田原みたいな酔い方するので、ね。分からなくはないよ。淡路島すごいですね。りょうちゃんはどこ。私宮城県ですね。宮城、あ、うん、宮城、宮城のめっちゃ田舎ですね。宮城の方多いですよね。多い多い多い。向こうからそう出てくる人すごい多いなって。なんか仙台のお姉さんとか多いんですけど、あんまりなんかこう、うん、私の近くの地元の方あんま見かけないんですよね。へー、すごい見ないな。すごい多いな。へー、震災なんかね、聞きたいことあったらどんどんコメントください。ね、バンバンなんかあの、ね、いつもな感じのあの質問はしてっちゃうんですけど、うん、じゃあね、私が、あ、私埼玉県所沢市です。はい。はい。昨日もね、そうだ、あの、ジョー君っていうね、高校の同級生が飲み来てくれてね、嬉しかった。
嬉しかった、はい、嬉しかった結構その高校とか小中 の、 あの同級生飲み来てくれるんですよ。だからすごい嬉しいなって。どうか見てますか？なんか超イケメンだったんですよ。超イケメンだった。すごい昔って書いて昔今はそうなの。そうえなんだっけ。あそうだ、私があの売れてる理由一つだけ教えますっていう質問何してますっていうね。今までなんか出たのだと、なんだろう、はい、まあ、なんかちょっとしたことだと、まあ、ちゃんと出勤する、遅刻しないだったりとか、勤怠大事ですね、絶対。なんか何かあったかな、まあ、あとは人よりなんか喋りを面白くするとかだけど、うん、まあ、これをやってるから私、まあ、それぞれね、皆さんお店の看板とか有名人だと思うんで、うん、一つだけ教えたるぜっていうの、はい。お願いします。でもなんかお客さんの来てくれるタイミングに合わせちゃいますね。なんか自分の都合で来てくださいっていうよりかは、まあ、常に、まあ、自分なるべくお店に入れる日はいて、でそこでお客さんが飲みに来てくれるタイミングにいる子って思ってもらえるとすごいありがたいなって。だ週5、6出てるとか言ったっけ？出てます、ね、出てます、ね、そうですね。だからなんかこうお客さんが飲みたい時に合わせるみたいなのはあります。ありがたいことに。ガッツかないんだガッツきたいですけどね。お願いお願いって言っちゃう。お願いお願い暇だからお願いめちゃめちゃ言いたくなっちゃう。言いたいじゃあ、サイカちゃん、お願いします。私、そういう風に来て来てってちょっと言えないので、もうなんか、飲もうよみたいな、友達乗りになっちゃうせいか、だからあの、なんていうんだろう、定期的じゃないんですよね、お客さんが。なんか本当それこそ来たい時に行くからみたいな感じで、その分普段連絡そんな取らなくていいんで助かるんですけど、すごいいいお客様が多いです。でも困った時に困りますそれをかけていざとなった時困ったっていつも言わないから。あ、そうそう、でもそれはありますね。普段言ってこないから本当に困ってんだみたいな、お客さんが察してくれる感じありますけど、マメじゃないんで。でもじゃあやっぱその分接客ですごい意識してるんだろうな。じゃないと多分お客さんまた会いたいとかまた飲みたいとかね。キャバクラ高いし高いから指名しちゃったら。そうだからやっぱじゃあね、接客はすごい、なんだろう、人と違うことやってたりとか印象残ることを選んだり、マメになりたいってそこなんか教えてください。いや、羨ましい。接客のポイント何もないんですよ。ただでもお客さんが多分飲み慣れてる人が多いんで、だからなんか逆に何もせなくていいよぐらいな感じ。へえ。だから結構そのなんだ、お金使う人ってもしかしたらこうちょっと色恋とかを求める人って多いじゃないですか。私だからそういうお客さんがいないんですよ。飲み慣れてても飲めりゃいいやみたいなタイプの人に気に入ってもらえたりとかね。でもなんかあれですよね、本当自然体ですよね、うん、今もですけど、でもお姉さん仲良くなりたい、甘えたくなりたい、こんな感じで、うん、ですね、なんか お友達みたいに、うん、いいですね。でもなりすぎちゃう。じゃあ、クリちゃん。はい、クリちゃん。クリちゃん。これどこ？どっち？接客中の時は、まず最初にフリーの新規の方とかに全員に席、団体席だったりするじゃないですか。全員に目を合わせて挨拶して、一礼お辞儀してから名刺を全員に渡すようにしてます。いやすごい。それ本当はでも指名の方がいたら。まあ、誰だと思うんですけど、でも大きくクリステルですっていうことによって、何かしら突っ込まれたりとか、確かにあるから、そこから会話がまたもうポンポンポンし
えらい、すごい、それはすごい、それはすごい心がけてます。すごい、関ヶ原では。でも確かにいいかもそれ、いいかもいいかも、うん、なんか田舎のキャバクラ行った時に、神奈川の中の方のキャバクラ行った時、はい、やっぱ決まりでこう入ったら全員の方と握手するっていう、はい、あ、私してますね。あ、そう、そうなんですか。うん、私絶対初めまして、よろしく、こうでお手を添えてやってます。へ、嬉しいですよね、すごい言われます。待って、なんかクリステルとはなんかイメージ全然違うんだけど、うん、もうちょっと感動してる。待って待って、私本当にぶっ飛んでるって聞いてんだけど。クリステルちゃんはぶっ飛んでるって聞いてる。私もそんな風にちょっと、ね、そういうイメージが確かに私ね、ちょっと言うから。そうね、クリステルもっと行こうやね。イケイケで言われるのが悲しいというのが仕方ない、巻いた種なんで。そうなんだ、なんかあったの。いろいろやっぱりこうちょっと喧嘩売られたら、はぁ、なんやこらっていう口が悪いのは確かに。 あれ関西弁だしね、ちょっと強く聞こえちゃったりとかで、うん、そうですね、そこも気をつけてますね。あと接客中は絶対にもう口角上げて、はい、笑顔は絶やさないです。いい、そういうのもっとちょうだい、なんかまだ一緒。言い出したらでもいいじゃない。じゃあ次にね、だから結構なんか焼肉屋さん、おすすめの焼肉屋さん教えてください。焼肉屋さん、焼肉屋さんとか、あのご飯教えてくださいとか出てて、好きなお店とか、なんか焼肉屋さん、牛角ってあるのかな。牛角、牛角もあるんですかね。売却されました。そうなの。どこ行く、みんなご飯、好きなご飯、または焼肉屋さん。それは歌舞伎町ですか、六本木がいいですか。あ、そうだよね、そうだそうだ、そうだ、今日クリスタちゃんね、六本木から来てるから、それも聞きたい。全然六本木わかんないし。もう六本木だったら最近あの九州から入ってきた博多焼肉っていうところか。ちょっと辛いのが好きなんですけど、辛めになって味がなったりとか。へえ。博多焼肉。ね、みんな気になってますっていう名前？え、博多焼肉っていう名前違うな。デマ情報、デマ情報。突っ込まれてる、突っ込まれてます。でも出てきそうだよね。博多の焼肉みたいな。書いてたんですけど、何やったっけな、あれ。あ、お店の名前が、はい、気になりますね。ちょっと。引っかかるはず。え、あと何か行ってるところある？わあ、お寿司だとお寿司系が一番好きですね。お寿司、はい、なんてお店がおすすめですか？寿司系、寿司系、はい、寿司系、平仮名の寿司に、あのボンブトのボン、ゴンブト、ゴンブトのボン、誰か書いてる、ゴンブトのボン、ゴンブトって、ね、あの権限の権ですか？あ、そうです、権限の権、権限の権、はい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 、ありがとうございます。どこだろう、私でもジンギスカンが好きです。あー、美味しい。え、この辺、あ、でも歌舞伎町で、なんだっけ、あの花道通りの上のノースってお店、なんかこうすごいお肉が臭くなってて美味しいんですよ。初めて聞いた。なんか、なんか3回くらいかな、あの、なんだっけ、あそこ、あのキャバクラ、あ、ドンフィンが入ってるビルの3階です、うん、そんなとこに、そこに上入ってるんだ。うん、美味しいです、ね、ノース、ノース、へー、もともとラム苦手だったんですけど、苦手なんですよね、そこは大丈夫でした、美味しかったです。へえ、そうなん、へえ、私あのあれ行く、なんだっけ、不倫会館の目の前の関根屋っていう、なんか屋外みたいな、あー、 あー、お外の、そうそう、いいですね、それ、そう、カウンターだけでね、そう、すっごい、そう、狭いの、この一人で食ってる、なんか一人で食ってる、探しに行くから、結構いるから、でも私一人で全然お寿司行けますね。
あ、お寿司もいける、焼肉もいける、下にお寿司です、ラーメンじゃあ、目が想像つく、そうそうそう、さやかちゃんは私、ほんと外食しないんですよね、えー、あ、え外食そうしないんです、偉い、好きじゃないんです、え、じゃあ、同伴しよう、ご飯行こうよって言われたら、え、やだ、店前で、みたいな、そうです、え、ほんとに、同伴しないんです、まず、でなんかあのご飯食べようよっていう同伴を今年まだしてない、うん、すごい、あのキャバクラ行って同伴とかしてる、キャバクラ同伴してる、あ、飲みに、そう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 、キャバクラ飲みに行って、すごいすごいすごい、仕事後に食べられるんですか、仕事後もお家で食べます、うん、うん、だから私も今聞いてて助かりました。美味しい料理。え、自炊するってこと？自炊します。すごい。え、ないじゃあね、めっちゃ貯金されてるでしょ。貯金とか言って。貯金に繋がっちゃう。たまにしか行かないですね、ご飯食べる。もっぱらステーキです。ステーキが得意なんだ。食べに行くんだったらステーキです、ね、なんかお家で作れないものを食べに行きたい、あー、それわかりますね、肉ばっかです、まあね、あの いいお肉をね、お店外で食べるよりはデスクね、やっぱ腕があればね、美味しく食べれるもん、ビスとかビスねマクドとかめっちゃ好き、全然マクドとか好き、うん、美味しいよね、美味しいですよね、うん、たまに皆さんいい顔してもらってるそうそう、これさ、そうこれさ、みんな画面見る顔さ、ね、なっちゃってね、ちょっと結構怖く見えちゃうんだよね、たまにね、こっちのカメラ見てね、ニコってしたり手振ってる、多分こっちかな、こっちです、はーい、はい、着てみたいコスプレあるとかすごいな、なんか見たいコスプレ、真ん中双子ですから、そう結構姉妹とかさっきからね、格好も髪型も似てるもんね、そう、さっきヘアメイクで一緒になって、どうしよう、かぶっちゃったと思って、3人とも一緒だったの、あ、2人着てるヘアメイクが一緒で、そっか50分なんで急いで、そしたら後ろも50分なんで、そしたらパッと見たら服装もかぶって、しまった、申し訳ない、に違います、おっぱい、あ、おっぱい見たいですよね、いや、見たい、おっぱいえ、おっぱい見たい、見たらすごかった、いや、てかね、すごい、すごい、しかも、すごい、なんかもちもちしてそう、おっさんみたいな、すごい肌が綺麗、透明感ある、パヤパヤって言うんですか、これ、いいなぁ、見えなかったんですよ、さっきから隠してます、なんでですか、もう出してこ、出してこ、クリステル様がいらっしゃるから、てか、みんな飲み足りないから飲もう、3回くらい飲んじゃったもん、緊張しますね、やっぱり、うん緊張します、あと何がいいかな、今のとこ一番出してる、そうだよ、私めっちゃ出てる、今日あれだもん、あのなんだっけ、ラビジュールの、あ、本当だ、すげえ漏れるね、あー、モレルブラザーにいつも通り GU のカップ付きキャミソール、ほんと、いや、垂れてる D カップなんだ、私、あの垂れてる D カップをここまで頑張ってる、でもエロくないですか、でも私も仕事中寄せすぎてちょっと乳首と乳首がこうなってそんなことあります、あります、あります、どんなんですか、ポツポツ、でかすぎる人あるある、え、多分違いますね、どうなんですか、乳首長いから乳首クロス、クロス、すごい、乳首クロス、そんな技やん、エロい、じゃあ次何行こうかな、じゃあお酒の失敗談行きましょうかね、失敗談、お酒の失敗談、なんかね、クリちゃん、あのインスタかなんかでもちょっとこれは話そうかなと思ってますみたいな、そういう準備してきてるっぽいしね、はい、ちょっとじゃあ、あのね、2人ちょっと
もしかしたらちょっと考える時間あった方がいいかも。だからクリちゃんから行こうかな。あ、じゃあ私から、うん、お酒の失敗談。ちょっと今は生放送なので下ネタの方は控えておくと。一つ、あの前のお店で働かせてもらってて、開店する際にやっぱりお客様たちにすごいシャンパンとかを卒業祝いとかでいただいてて、お店で私半分記憶がなかったんですよ。そっからのまさかのサプライズで女の子たちから女子会っていう会を開いていただいて、そこでもう嬉しくて嬉しくって、いつも飲まないテキーラを自分から飲んでしまって、でもうほんまにほとんどムービーとかでしか記憶をこう残せないんですけど、まあ、半分裸でタクシーにぶつかって行ってたみたいです。危ない危ない。走ってるタクシーです。止まってる。ちょい走る。それその時はなぜだか分かんないです。怪我大丈夫でした。怪我、あ、もうすごかったんです次の日。でもいや、なんでこんな大技とか打撲すごいんだろうなって思って。覚えてなかったんですか。はい、そういうところぶっ飛んでるんだ。でも下ネタバージョンもあるってことなんですよね。あの結構激しいね。聞きたい、ね、そっち聞きたい。でもそう、まあ、下ネタ大丈夫だと思います。大丈夫、聞きたい。大丈夫だけど酔っ払っちゃったらよくお客様を放置しちゃう。おーからの下ネタだよ、下ネタだよ。下ネタだよ。今日控えておきます。はい、お店に来てからね。あ、なるほど。チリというか失敗をよくしますね。お酒そもそも強くはないのに、ノリがやっぱ悪いって言われるのが関西人嫌で、あ、じゃあ血が騒いじゃう。何クソ根性とかで、何クソ根性すごい、何クソで飲めるのすごいですね。強そう。でも、うん、強いと思う。オレンジジュース持ってきちゃってますけど、缶ジュース持ってきてらっしゃる。かわいい。酔っ払って出勤できなくなったら嫌だな。あと酔っ払って眠くなるんですよすぐ。で仕事中に接客中やのに勝手に帰ってしまったことはよくあります。それはすごい反省してます。あれ、クリちゃんどこ行った、クリちゃんどこ行った。帰ってるおうち、おやすみ。すごい、すごい伝説が、伝説ですね。すごいすごい、ひょう変すんだな。レジェンド、レジェンド、さすが。なんかこの後話しづらいですね、めっちゃ。でも意外となんかあれだったから、もっと持ってんでしょ。いや、ちょっと飲めが濃いよ。もっと濃いや感がすごかったよ。圧が。そうね。いっちゃいっちゃ、めっちゃいっちゃ。いっちゃう。さゆかちゃんの。でもお酒強いんだもんね。でも、はい、仕事中っていうよりは家で一人で飲んでて潰れました。で潰れて寝ようと思ったんですけど寝れなくて、そのままトイレで吐いて。3時間廊下で寝てましたね。あ、でもお家です。1人で。あ、よかった。家で、でも家で1人で飲んで潰れて廊下で寝るっていう、もうちょっと恥ずかしすぎて、ちょっと虚しい気持ちに。なりましい気持ちに。なんかあったんでしょうね。なんか残像に、残像に背景が伺えるというか、闇が入る。クリステルさんの察しがすごいですね。察しが聞きません、みなまで言う。あ、みなまで言う。でも外食しないから、そっか、お家で飲むとしたら、お家で。なんかたまになんか家で飲みたくなる、それこそ闇、闇ですよね。で、気づいたらベロベロで、もう廊下で寝てます。その時のカッコワーがもう、笑っちゃった。その時のカッコワー。次の日、マッサージ行きたくなる。もうやばかったです。もうなんか私廊下で寝るっていうのは日々常例のことなので。さすがレジェンド。あ、お家のレジェンドって。レジェンド。うちの廊下。お家の、はい、あのベッドにたどり着くまでの這いつくばってかかって。うん。でもなんか玄関入ったらね。
確かに化粧は絶対落としてるんですよ。わかります。ね、それは女子の、それは絶対やる、化粧どんなに酔っ払ってても、そこだけはやりますよね。化粧落とすでしょ、マネージャー絶対落とせないもん。そうなんですか。落とせない、落とせない。ちゃう、意地で、意地ですよね。絶対なんかパジャマにもちゃんと着替えてます。どんだけ酔っ払ってても。その時はノーブラですか。あ、ナイトブラしてますよ、ちゃんと。ナイトブラ。やっぱ美意識。ナイトブラ。垂れるのが怖すぎて。筋肉がなすぎて落ちてくるんです、めっちゃ。ナイトブラ。大きい人も悩みですね。ニコニューブラとかもね。ああね、そう、いいって言いますもんね。なんかね、そのまま寝ると離れちゃうとか、なんか言うよね。24になったから。苦しくないですか、ここ。ああ、苦しいです。もうブラ嫌いですね、できれば。基本裸で寝ちゃいます。わー、ぽい。ぽい。見たい。見たい。この間、あの窓ガラスを洗う清掃の方が、その日にいらっしゃったのを気づかなくて、朝方裸で、私カーテン開けて寝てしまってて、あ、朝かって起きたら目あったっていう。すごい。裸ですよね。あるある。向こうラッキー。ラッキー。あります。ある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 。あれなんか貼ってあったりとか、ポストに入ってんだけど、なんか別になんかちゃんと見てないし、いつとか。そう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 、あるある。よかったです、これ私だけじゃなかった。そう、なんか謝られる。なんか見ちゃいました、すいません。逆に私も、あ、見せちゃってすいません、すいません、あの汚らわしいもの。じゃあ一旦あの CM 入れてから、その後にゆあちゃんのね失敗談お楽しみに。じゃあ CM どうぞ。最近どうよ。先輩のサポートマジやばくて指名取りに行ったし、退任の時1万もらえたんで最高っす。え、指名取れた。取れたっす。これもロミジュリの環境のおかげです。俺たちってやっぱりロミジュリだな。失敗談お願いします。そうなの、私ほんとお酒弱くてもうダメなんですよ。飲めるんですけど人前で、で無理しすぎちゃって、ですごい毎回救急車で運ばれちゃうとかは多々ありました。でも家に帰ってからもうあのメンヘラのように自分で呼んじゃったりとかして、やばいやばい、しんどすぎて、もう自分でもうダメだと思って。頼むから点滴してくれと思って。今じゃない、最近じゃないわけたりしころね、わけたりしころに、わけ抜いたり。そうで飲みすぎちゃって腎結石やっちゃったりとか。なになに、あ、なんか石溜まっちゃう、あ、石溜まっちゃって、もうなんか本当に病院の先生にこんな子が来るなんてめったにないと。基本的にこう男性がなりやすいらしくて、なんか女の子でこんなに石貯めるのすごいね。石貯めるめっちゃ貯めてたらしくて、石らかに腎臓に、あ、腎臓ですね、この腰のあたりに。痛くないですか。え、めっちゃ痛いです、ね、そう。でもなんかゴロゴロ、なんか何個だったかな、5、6個あったらしくて、すごい、大きくてなんか 8.6 ミリあったって言われました。どうやって取るの、それ。あ、それも薬でもう、溶かして、あとはもうおしっこで出すしかないよみたいな。腎臓、そうだもん、そう、おしっこだね、機能するとこだからね。飲みすぎでさ、なりましたね。なんか食生活もその頃すごいもうズボラすぎた上で、塩分取りすぎだしみたいな。
で酒も飲みすぎだし、うん、寝なすぎだしって言われて、うん、でもあのね、うん、私大昔に、はい、やーちゃんが、ね、前働いてたお店にいたんですよ、はい、あのかぶってもないしね、全然かぶってもないし、うん、大昔にで、ただ共通の知り合い結構いるじゃないですか、で、はい、でまあ売り上げてるらしいですからね。だからね、あのそれすごい飲んでんだろうなと思って。なんかそんな超売り上げてる、教えてほしい。いや、もう何言ってるんですか。いや、クリちゃんもいつもこうでも大きいのいっぱい持ってるじゃね。インスタとかですか。そうすごい、そう羨ましいです。あの高額ボトルどうやって入れてるのかすごい知りたいです。そう、なんて口説き文句みたいな。そうお客さんから言ってくるんですか、あれがほとんどです、私もあんまり基本、まあ、ちょっとオラエですね。オラエ、来るなら来て、来ればって。へー、かっこいい。でもクリステさん、クリステルさんに言われたら嬉しいんでしょうね。でもいざという時、こうそれは好みのタイプに入っちゃうんですけど、自分が困った時に、うん、対応能力っていうんですか、うん、が瞬発な人が好きです。へ、瞬発力のある人、対応力、うん、どんな例えば、うん、例えばもうちょっと無茶ぶりですけど、今すぐ来てって言って、あーこれは、ね、あーはい、あれ今日私困ってるの分かってて待っててくれたぐらいの、かっこいい、かっこいい、かっこいい、キュンって、はい、いいね、いいね、されたい、なかなかいないですね。メイさんとアラフォーってさ、なんかさ、すごい言われるんだけど、この前32歳になったんですけど、この間誕生日ですよ。そうですよね、32歳になったばっかり、おめでとうございます。いやいや、超言われるんですよ、なんかアラフォーアラフォーって、まあ、なんでもいいんですけど、何歳だっていいんだけど、はい、そうそう、ギリギリ。でも30過ぎたらね、なんか何でも良くなりました。30で何でもいいですか。やっぱそうなんですよ。アラフォーっていうのはどういうことですか。30代、四捨五入で言ったら 5以上かな、四捨五入、うん、で言ったら35から44、でもアラウンドだから、まあ40あたりだったらアラサー、アラサー、40付近だったらアラフォーになるのかな。うん、俺40。ラーメン屋をやられてるんですか。この間なんかテレビ、あ、Jチャンネル見ました。あ、そうだ、ありがとうございます。汚い家ってね、出て、そうです、今日も、今日は初代店、はい、すごい、はい、今日もね、いつもね、忙しくなるまではやらせてもらえるんだけど、今日も結構早い段階で、はい、もう変わろうって感じでね、こうやってホール出てて、明後日は三軒茶屋って言います。竹市三軒茶屋ってお願いします。皆さん行きましょう。ラーメン大好きです。私も食べますラーメン。ね。我慢してますけど。あ、そっか。好きなんだ。好きです。本当は大好き。へー。ラーメン。白多め、ちょっと麺少なめ。はい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 。ラーメン、何ラーメン食べます？迷うな。あ、迷うんですね。一番好きなのは本当は中本なんですけど。あー、はい、美味しいね。中本がない場合は一歩堂とか行きます。へー、ロッテリーが、へー、じゃあ、サイカさんもラーメン好き。ラーメン、あ、そうなの。どこ行きますこの辺だと。私、歌舞伎町だったら竹虎か、あ、リシリしか行かない。リシリって見たいですよね。リシリ美味しい、リシリチャーハンが美味しいって聞くんですけど、ね、あった試しがない。あ、そうなんですね、なんか幻のみたいな。そう、混んでるとすごい。あ、そうなんですね。そうあれ、何なんだろうね、これだけって決めてるのかな。なんかそんなにいつもないんだったら米もっと私出るからね、材料なんかも最近隠れてるのはすげえ食べてるよっていうやつ、コメントめっちゃ来るから4桁今我慢してんねん、今ちょっと目標体重があって、今自分の中であと何キロ、あと2キロです。それって公表できる、何キロ。今現在聞きたい。今現在46.5で、その身長高いですよね。
じゃでもそんなに166、7ね、大きい、すごい、で44にしたいと、したいですね、やば、うん、やばすごい、が一番こうフットワークも軽くできるし、お客様にポンポンって呼ばれた時すぐそこでそこそこそこなんかやっぱ自分が重いと一個だけつけたくない、重い、体が重い、ほら今私さ、妊娠が8キロくらいの時とさ、うん、同じ体重になっちゃって、ラーメン食べ過ぎちゃって、すごいお客さんに心配されてばっか、うん、ちゃんと健康診断行きなさい、痩せなさいって、すいません健康診断とかめったに行かないで、行きます、うん、行かない、私2年前に行って以来行ってないかな、うん、何か発見する時が怖いです、うんうん、ね、怖くて行けないですよね、うん、ちょっと、うん、そうそう、だからなんか、何でもなかったの、超健康だったの、はい、それ見ちゃったら、まあ、また調子乗って飲んじゃう、食っちゃうだって何にもなかった、本当に健康で、じゃあちょっとざわっとするところね、聞きたいなと思うんですけど、どういう条件でお客さんとやれるかあれ、それ質問、はい、あれ聞いてなかったの、はい、ざわ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 ざ、条件ですか、うんうんうん、条件やれ、まあ、いや、なくはないと思うんですよね、きっと皆さん、お酒はちょっとなくはないと思うんですよ、いや、いや、これ話はちょっと、レモンだから振り返ってだって私、20歳で水商売を始めてから出会い、ね、ほとんどお店だったから、うん、だし周りもそうだったし、今そうだろうなって、まあ仮にね、うん、仮にねかっこいいでもいいし、こうしてくれたらでも、うん、お金使ってくれたらでも、うん、何でもいいですね、枕営業って流行ってるじゃないですか、流行ってるっていうか、まあ、よく聞くじゃないですか、やっぱ最近、うん、近年すごく枕営業聞くし、なんかまあなんだろう、もう基本の営業に入ってんじゃないかくらいよくは聞くんで、でそれでなんで俺はやれないんだって言ってるお客さんもたくさんいるし、でももうね、あちこちバンバン行ってるね、すごいすごいブサイクでも行けちゃってる人もいるんですよ、中には。だからその差って何なんだろうってね、思ってね。私は顔じゃないですね。何顔ではないです。顔ではない。結構 B 線って言われるほど。あ、でも今まで付き合った方には申し訳ないんですけど、私はすごい王子様だと思って付き合ったんで、わかります、わかります、クリちゃんどうしたのって、どうしたでも私中身重視なんで、中身重視で好きになったらやれる、じゃあお客さんが今日500万使ってやるからやろうぜ、ああもちろん、はい、やる、もちろん、そのギリギリライン、ギリギリライン、ギリギリライン、500万は熱いですね、500じゃなくても、じゃあ50でやれるのか100でやれるのか、50は50か、家賃50なの、すごい、でも払えないです、え、50でも払えないので、ええ、どこ住んでるんですか、どんなとこですか、すごい、すごい、いやいやいや、え、家賃50万超え、ごめん、ごめん、もうすごいざわついてる、さすが、ざわっと、50はなんですよね、50ではやれないです、あ、50万でお願いって言われても嫌だってことですね、そうなんだ、いくらえ、もうクリステルさんもいくらでやれるか、ちょっとブサイク、ちょっとブサイク、ちょっとブサイクでやろうみたいな、これは金取ろうって、清潔感もなんか分かったら嫌なんですけど、150からお願いします、わー、すごい、今日来ちゃうんじゃない、見せついたら皮立ってんじゃない、すごい、どうぞ、いただきます、はい、さやかちゃんどうぞえ、それはお客さんとしてですか、うんうん、え、お客様としか私付き合ったことないんですよ、キャバ嬢さんで、私もそう、私もそうで、そうなっちゃう、私ないんですよ、
ないの、そのお店で出会った人は一人います。おけどそのお客さんとしてなんかこうつながってて気づいたら好きになって付き合ったみたいなのはないか。出会った人はそう一人いますけど、お客さんと付き合ったことないんですよ。さっき言ったみたくそのなんかなんだろう色恋系じゃないんで、逆にお客さんもそれを求めてこないからそっちに発展しないんです。じゃあこれを見てあのじゃあどうしても俺はやりたいっていう人が来ました、うん、お金じゃない超イケメンだったら行きますよ、うん、かあのいくらだったらみたいな。待ってるよ。あすごい、あすごい1000万でどうって来ましたよ。すごい。でもタイプだったらいいんじゃないですかね。タイプだったら行っちゃう。タイプだったらタイプじゃん。タイプ私もねバラバラなんですよ。イケメン好きってわけではないんですけど、お金でって言われたらどうなんですか。イケメンって見飽きません。飽きる。ね。どうしたの。好きなイケメンも嫌いじゃないんですけど、なんかこう見てると。でもそれ最初から良すぎるからなんかボロ出てきちゃう感じがするよね。なんか喋ってるうちにあれこいつ顔だけで面白くないとか、あでもそれは金に甘えだけど顔に甘えて金ないじゃんみたいな、イケメンでお金ない人一番嫌いです。一番嫌いです。甘えてんじゃねえぞって。イケメンでいくらでも稼ぎようあるはずなのに稼ぐ能力がないと、もうだらけで証拠じゃないですか。大嫌い大嫌い。イケメンでお金ない人は。じゃあね、あの一旦 CM からの開けたら、まあ、いくらかっていうのとね、まあ、じゃあまたそれいきましょう。あのちょいブサイクいくらだったら、はい、またそんなやつゆあちゃん聞いてみたいと思います。 CM どうぞ。最近どうよ。先輩のサポートマジヤバくて指名取りに行ったし、チャイニーの時1万もらえたんで最高っす。え、指名取れた。取れたっす。これもロミジリの環境のおかげです。俺たちってやっぱりロミジリだな。ちょっと難しいなと思って、ちょっとブサイク、あのプライベートで会ってたら絶対やんないっていうぐらい、が、あの今日頑張りよ、いくらだったら。うーん、1回でですか。1回で。1回だったらもう100以上はもう絶対ですよね、うん、私もうお金ってよりはもうその人が嫌だったら絶対いくら使われても嫌なんで。かっこいい。本当に嫌だ。本当に嫌だ。全然分かんない。私お金食べるあざーす。お金あざーす。一番表記せん。ホテル取りたくない。取りたくない。あれは評価。本当に生理的な無理な人は多分無理ですよね。もうそんなね言える立場じゃないんですけど。かっこいい。でもやっぱ。マクラ営業なんで。そうなんだ。マクラ営業大事ですよね。乗ってきた。確かにやりたいですから。あと1時間放送。もっと面白そう。ね、そうなんだ。時はラナで。ラナで。ラナで。まあそれはそう。今頃そうみんなエンジンかかってくる寄ってきたしね。なごってくるしね。なごってますよね。じゃあゆあちゃん。はい。私。
うまいこと口説いてくれる人がいいですね、できれば。なんか金額でどうやってされると、うんうん、あそこまでの人なんだみたいな、なんかまあ、うんうん、その人のなんかあらゆる手を尽くしてこうなんか、はい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 、口説かれたいですね。はおー、そう、口説いてほしいです。口説かれたら行っちゃうかもって、うん、あでもそこはだから金額とかじゃなく、うん、もうなんか素敵だなと思ったら夢ある。金額じゃない、うん、金額じゃないかな。なんか金だと思っちゃう。さすがプロ、プロです。男で夢を持たせてくれるな。そうです、あんまりなんかこうお金でバンドやって言われたら、うんうん、まあでも冷めますね。ね、冷めますね。冷めるぞ。あみたいな。濡れてくる。濡れてくる。びしょびしょになります。やりたいわ。すごい。じゃあクリちゃんは枕営業ってことで。さすが。150万持って。収納。すごいな、なんか今もう10分前とかなのなんかさ、告知したいこととか言いたいこととかなんかあります？あります。告知特にない。特に指名して、同伴して、同伴して。今日は同伴の人な、誰か誰か来て来て。風鈴開館前集合。私6月誕生日なんで、それさえお願いします。6月何日何日バースデー何日？あ、お誕生日は12日で、ちょっと日付はちょっと今調整中なんですけど、まあね、できればぜひお願いします。私も最後に店の六本木のララは本当に私みたいにぶっ飛んでる子たちばかりじゃなくて、日本で一番綺麗な女の子たちが集まっているので、ぜひよかったら皆さんフリでもいいんで遊びに来てみてください。あ、いいです。すごい、すごい。なんか写真とか載ってないよね。全然写真載せてないです。ホームページとかあります？ララほとんどない、やってない、うん、ホームページなんだけど、店内のゴージャスな写真だけで、そうだけだよね、すごいよね、うん、すごい、うん、強気というか、でも本当に美人しかいないです。さすが、右向いても左向いても、行きたくなる。で、なんか、うん、ララーバージョンのクリステルさん、ね、見てみたら。クリステルさん見せるの違う方言って。間違えちゃった。今下ネタ、下ネタ、ちょっとやだ、もう、ま、いつもそんなことばっか言ってんねんの。言ってない。言ってないです。え、グッタはもう、ね、改装するとかで聞いてきたのかな。あ、まだです。あ、まだこれからだ。改装するんです、ね、改装するする詐欺なんですかね。するするする詐欺。そう、全然してないんですけど。そうなんだ、そうなんだ。女の子も増えて、だいぶ増えました。あ、そうなんだ。よかったら遊びに来てください。はい。若い子いっぱいいるんで。若い子いっぱいいるんで。たまに飲みに行ってたんですけど。あ、そうなんだ。そう、近所ですもんね。そうですね。プラウディア同じビルだ。はい、同じビルなんで、なんかすごいこう若い子が多いですね。すごい見たくて。うん、ウィウィ。あ、口説きに来てください。お願いします。すごい可愛らしいお店だよね、プラウディア。あ、プラ、うん、だいぶ中も改装してからだいぶ雰囲気。あ、そうなんだ。そうですね。入り口もすごい、はい、変わりましたね。めっちゃ可愛かった、この前。うん、あ、ね、来ていただいた、なんかね、酔っ払ってたしね、ぼーっとしててね、ちょっとお客さんから電話来て、外行って出てて戻って、なんかこうスマホいじりながら私こう座ったら、全然知らない人の席に座ってた。ね、そうね。違う席のお客様とか、なんかすごいもう顔上げたらなんかみんな見てさ、へえみたいな。超恥ずかしかった。おいさん、そうそう、どこ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 。はい。めっちゃ恥ずかしかった。お客様しっかりした。酔っ払ったら。そう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 。なんかぼーっとしてるんで。ぼーっと。いつもね、スマホ。何話します？
なんか聞きたいことあります？むしろ逆に逆質問逆質問ね逆質問、うんねクリステルレイさんで、はい、東京衛星やこれどこ見てる人どこから ねどちらからなんだろうどこからどこからみんなのみんなどこに住んでるのか知りたいですねオランダ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 すごいレイさんのチャンネルすごい私ボタンだボタンだどっちが働きやすいですか？え、でもクリステルさん前歌舞伎いましたもんね。歌舞伎町いました、うん、2ヶ月、3ヶ月ぐらいですか。うーんね、一番こう比較できますもんね。そうですね、どうですか？全然違います。全然違いますし、やっぱりキャスト同士が、私はですけど、すごいこういい意味での花あ、ちょうどいい、近すぎず、近すぎず、私あんまりこう近づかれるのがあんまり苦手で、お店の女の子とは仲良くしないようにわざとしてます。嫌いじゃない、すごい好きで、みんな可愛いし好きなんだけど、一匹狼みたいな仲良くしちゃうとお客様の味方はできなくないですか？なるほど、すごい気をつけてます。ある程度の距離感めっちゃ気をつけて、いい距離感だと思います。結構ね、関西の方とかね、あ、ほんとだ、うん、てか、ちょっと3人ともなんで出てこようと思ったんですか？その今ここにいる理由歌舞伎町地元ではなく、そう、東京っていうのか。私あれです、男のケツ追っかけてきました、あるあるですね。そう、高校卒業してからその地元の方でその進学しようと思ってたんですけど、その付き合ってた当時の彼が東京出てきたいって言って、もうこうなっちゃうんで、でもついていきたいと思って、かわいい、そう、親にこう説得して、そう、そしたらなんかあれですね、別れた後にもう見返してやると思ってキャバクラ入っちゃいます。かっこいい。その彼は今半年で別れました。彼のキャバクラがこんな長く続いて、そうなんですよ、もうキャリアだけ一丁前なんですよ。沖縄からも、ね、なんか30秒で言える、出てきたきっかけ。ノリです、ノリですか？ノリ、青森から。そうです、すごい、もう10年になりました、多いよね、すごい、出てくる子はね。クリステルさんは？私はガチで親に仕送りを送りたくて。うわー、かわいい。でも真面目かなっていう。真面目か。あ、もうね、もうすぐね、かっこいい親が14枚。ありがとうございました。また来月もどっかの木曜日でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。